結論から言うと、オタクチャンネル。ワールドトリガー。何かあった未来のミクモーサムに対するみんなの反応集。僕がそうするべきだと思ったからだ。一周回って主人公っぽくなった。視力ももうほとんどないとかになってない？大丈夫？大丈夫です。菊池原先輩のサイドエフェクトがそう言ってます。犠牲者増やすな。菊池の死に際にサイドエフェクト引き継いでるやん。あの人のサイドエフェクトがそう言ってる。怖い怖い怖い。殉職しまくってるやろこれ。お前らたった一人の玉駒台に好きすぎるでしょ。おいおいおっさむいばい。マジかよ。しかも本体も死にかけになってるなんて。おい何があったんだよ。現在のおさむのサイドエフェクト、嘘を見抜ける、見た人物に対する未来の予知能力が使える、敵の位置探知と自分の気配を消せる。これ、玉駒全滅やんけ。追加で、一言で言えば、耳が痛いただそれだけ。キクッチー。ついでにトリガーホーン刺さってる。うおー、ジュースー。少しだけ嬉しい。やっと。クガと同じになれた。もうこれ完結してまうやん。自分をメガネと思い込んでいるクガにも見える。僕たち、がそうすべきだと思ったから、そうしているだけだ。泣いた。これは泣く。多分最悪の展開の中でも、なんとか僕たち、になったんだろうけど辛すぎるだろ。一人称が安定してなさそう。いきなり俺とか言い出すんだよね。これがやり遂げなければ。自分がやるべきと思ったことから、一度でも逃げたら、僕は一生逃げ続ける。私は自分がそういう人間だって知ってるんです。怖いって、壊れた AI みたいになってるやん。もう余命1年切ってそう。来客に反応する雷神丸を送るのは分かってるから大丈夫だよと制するオサム。それ新しい主人公が来客者でワールドトリガー2始まってないか？よく来たね。そこに座って。そして、気づいたら一人になってたんだ。これがペンチを貫いた男の末路なのか。原作の今が走馬灯のように流れるんだが。ランク戦が懐かしすぎて、尊すぎてもう、この頃には戻れないのかと思うとなく、ナンバーワンガンナーのユイガと一緒にいるところがたまに目撃される。なんかわからんけど、ワンピースのコビーの横にいるヘルメットが浮かんだ。こんな S 級隊員なら俺でもやれるぜ。チリ、悪意に敏感。ああ影もなのか。なんやかんやあって相棒、結構相棒感あるなこいつ。お前これからつまんない嘘つく、色してるね。嘘を予知できて色でもわかるようになってる。ユイガだけはいつあっても態度変わらないし、嘘もつかないから信用してるんだよね。これそのうちだった一人のボーダーにならない？ネイバーフットとのいざこが収まって、ボーダーが必要なくなった。世界で調整者として人知れず戦ってそう。彼だけが己を限界と知らない。お前これからつまんない嘘つくね。誰かのサイドエフェクトがそう言ってる。オサム、お前記憶まで。ジンさん覚えてないのか。トリガーを元になった人の名で呼ぶオサム。メイン、クガ、ジン、チカ、ヨウタロウ、サブ、菊池原、ゴウ、影浦、あもうギリギリ埋められるな。これだけ言ってたらメガネ君一人じゃ穴埋めきれなくない？前線で戦う以外にも分析とかフォローとか手分けして戦うから強かったんだし。言っている意味がよくわかりませんか。僕たちは一人じゃありません。死にかけて昏睡してる間に睡眠学習する。本体が死にかけてるので常時高速睡眠学習状態になってそう。僕はみんなの犠牲の上に生きてるんだ。そんな俺が折れたら死んでいったみんなの生きた意味は何だったんだ。だから何があっても私は諦めるわけにはいかないんだ。だからまあ大体俺のせいなんだ。一人なのにミクモ隊、一人なのに玉駒隊に、一人なのに玉駒支部。玉駒支部は跡形もなくて廃墟ですらないなので、自分のトリオンを使って立て直す。ピンチになると分解回収して回復するオサムはこれをフルアームズと呼んでいる。全部僕の中にあって、みんな僕の中にいます。ミクモくん、今日はジンさんの日か。死んだ目でセクハラして回るメガネ。たまに笑顔で空中に話しかけている姿が目撃される。僕はジンさんがしたはずだったことをやっただけです。頼む、キトラでもカトリでも誰でもいいから、こいつの目を覚まさせてやってくれ。髪の毛にピコピコと羽が生えててもいい。粉線が妻でもいい。なんでそこを引き継いでんだよ。C 級隊員、コナミ長官って笑ったところ見たことないよな。彼をヒーローだと知っていた人はもういない。最強のオサムを作るスレになってない？ EF 高なオサムを作るスレです。ラガーマンはどう思う？命を懸けたタックルでオサムの身代わりになったのでいない。キトラさんって昔は広報やってたんですよね？その、やっぱりその顔の傷のせいですか？もう、キトラが生きてくれてるだけで嬉しいわ。今日は、焼肉おごります。ユイガさんの財布エフェクトがそう、言っています。それくらい自分の意志と財布でやれや。オサムは、消化器官が全部破損している。もう怖すぎて突っ込めないんだが、ジンさんこの未来回避してよ。古月オプション、雷神丸。ここのスレミンに、容赦がないことは分かった。カトリ先輩って、ミクモさんとチームメイトだったんですよね？やっぱり昔から、あんな怖い感じだったんですか？
もぎゃー。こないだ、個人ランク戦行ったら珍しく三雲がおってん。そりゃかなわんの分かってても、バトル挑むやろ。やっぱ、あいつ手加減すんねんな。めっちゃ悔しいわ。あそこの人がこれからつまらない、嘘をつくのが聞こえました。行きづらくてしゃあないわこんなん。何も知らない、新人がオッサムに助けられて、懐いて眼前でまた死にそう。大ネイバー強行派しかいない、世界戦。死んでも守る、なんて言葉を二度と使うな。嘘じゃないとわかるからこそガチで怒るやつ。ガロプラの王族からは、申し訳ない、顔をされつつとても頼りにされている。こういうネタだと、昔と変わらない、接し方をする優雅と嵐山さん。変わらない、接し方をしたいのに、できないキトラとコナミが好きすぎて辛い。このスレどこまで、混ぜられるかの限界に挑んでるよな。こんななった世界でも、ザキさんは92歳で死ぬ。ザキさんのおかげで絶対、一人ぼっちにならないオサム。次回、ワールドトリガー1981は、これ以上、誰も失いたくないにトリガーオン。多分先生が死ぬ。また次の反応集も、見てってね。